のりつねさん、毎度ありがとう。ココちゃん、うん、あいわちゃん、ゆうせいさん、こんばんは。って、ゆうせいさん、こう、ありがとう、ありがとう。のりつねさん、エアコンは。って、うん、ああ、信号笑ってるよ、向こうで。うん、信号はいねえかな。信号。悪いけどさ、おにぎり温めてくんね。いい？頼んで。申し訳ないけど。今日冷やしそうかね。食えないよ。でかくて。明日食うから。おにぎり温めてくれ。本当ですか？あのね、野菜室、今見るから。ちょっと待ってね。下、下見て。野菜室。うん。そこにあるやんべ、おにぎり。あの、梅の方ね。でね、昆布、昆布。昆布あるよね。ありがとう。助かる。よかったよ。ありがとう。よかったな。ね、あ、温めてくれるって。よかったね。よかったよ。ね。よかった。うん、嬉しいって、本当だよね。ああ嬉しいよ。料理配信かなんかしないと閲覧もない人も増えないですよ。わかるよそれは。こんな雑談だけじゃ。そりゃそうだよ。でも料理配信だって、何する、閲覧ない人の前に飯だよ。あ、そうだね。ピコちゃん、シンコさん嬉しいねって、そうだね、優しいせがれだって、ありがとう。ココちゃん、カレーにしよう。タクちゃん、天ぷらであげましょう。笑うってね、うん、うん、はあ、はあ、あれもらったけど、なんだっけ、ホットケーキミックス、ホットケーキもらった。明日やる？こんなんもらったで。あ、そうな、送ってもらったよ。なるほど。うん、あとはさ、白いご飯でね、ベーコンとね、ベーコンとね、きな粉を入れて、きのこ入れて、ベーコンときのこで、味つけるとうまいってよ。まあ、ぶっちゃけさ、炒め物とかすぐ終わっちゃうから。あ、そうか。料理っつってもだってカレーとかだったら、例えば時間かかるじゃん。うん、時間稼げないですよ。ぶっちゃけそんな炒めるだけとか一瞬なんで、10分とかの時間なんで。カレーやるか、いいんじゃ。そうですね、今日じゃなくていいんでしょ。じゃあ明日やりますか。うん、だからちゃんと聞いてやってね。ルー2つ買ってこないでね。ルー2つ買ってきちゃダメだよね。うん、卵を買い直すかってね。うん、卵2つあるの、まず。うん、ホットケーキいいですねってね。うん、ありがとう、栗まんじゅうさん、ありがとう。猫太郎さん、ホットケーキミックスとウインナーでアメリカンドッグを作れるよ。そうなん、ほんと。うん、じゅんさん、よせいさん、お疲れ様。体大丈夫ですか、ナイスしましたって、ありがとう、ありがとうね。うまそうだってね。あ、ココちゃん、明日楽しみだね、爆笑って。いつ変わるかわかんないよ、あの子。うん、明日さ、天気あ崩れて温度落ちるっていうから、さ、涼しければいいね。暑い時やだね。ね、猫太郎さん、いいねをプレゼント、ありがとう、ありがとうね、ありがとう。家にあるのに買ってくる慎吾さんだ。そうだね、これね、昆布のおにぎり、これ食べる。うん、いつのだろう、もう結構経ってるね。うん、だけどさ、冷蔵庫入れといたから傷まないと思うね。ああ、
の冷やそばね買ってきたんだけどさ、それ食うほどお腹空いてないんだよ。だからね、うん、あれカビ生えてる、ダメだ、ダメだこれカビだで、ね、ダメだって、ちょっと待ってよ、ちょっと無理かも、これはいくら渡しても無理じゃねえ、ちょっと待ってよ、ちょっと待ってよ、私食えるかったこれ、いやー無理だなーって、いつのこれ、 日付書いてねえか、ちょっと待ってよ、ちょっと日付が書いてないな、どこだろう、日付が見えない、だから早くはないとダメなんだよな、なんでもな、ダメだな、こうにやって無駄なお金になっちゃうからね、日にちなんか分かりゃしねえよ、ああ食べたらダメだよって、そう、昆布は怖い、本当、よく見るよ、見てみる、待っててね、ちょっと見てみるね、見ればわかるよ、食っていいか食って悪いかはね、見ればわかるで、ありがとう、ありがとうね、ドラ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 、なんかね、大丈夫のような気もするね、これ見て、ほらこれ昆布だよ、カビ生えてねえよ、いけるって、カビ生えてねえで、生えてたらダメなんで、大丈夫のような気がする、食べたらあかんでって、賞味期限かわかんないのよ、この袋に書いて破っちゃった、多分ね、買ってきて2日ぐらい出しっぱなしだったんだよ、それで入れたんだよ、多分ね、大丈夫のような気もする、食べてみか、さっきはカビじゃなかったのって今の、梅の方もやばいなって、食べてみるか、あカビは生えてねえで、食べてみる一回、大丈夫、大丈夫よ、チャレンジだーすごるって、チャレンジすごいでしょ、おいしいでしょってね、そう母さん、あ心配だってね、たらこちゃんナイスしたーって、ありがとうゆなちゃん、KP ニコありがとう、いっぱい食べてね、ありがとう、カッパーマルちゃんお腹壊さないでってありがとう、もうさーん笑う猫太郎さん、慎吾におにぎりの匂い嗅いでもらおうってね、大丈夫だよほらね、慎吾とか言ってる場合じゃないよってね、なんか大丈夫見てよ、見ればね、全然ちょっとご飯硬いけど、これ昆布だから、
食べてみるよね。うん、昆布ね、大丈夫。うん、怖いわってね、大丈夫だねって、うん、爆笑って、うん、笑うって笑うよね、クリマンジョさんね、大丈夫だわって、うん、怖い怖いってね、モーさん味変わってないかいって、うん、変わってない、うん、フルーツさん怖いよってね、うん、ココタお腹壊しても自己管理だよって、そうだね、うん、ほんとね、うん、タロコちゃんいつのおにぎりですか、日にちがわかんねんだよ、剥がしちゃったからね、うん、これ昆布だよね、あとねもう一つあるんだよ、二つある、うん、うん、ただねご飯がねちょっとボロボロ、うん、そうだよね、うん、なんで賞味期限切れれば食べる、うん、ってどうですかって、うん、うまいだこれ、うん、ココちゃんロールケーキ大丈夫だったからね、爆笑って本当だよね。明太子二号さん、こんばんは、女性さんお元気ですかって、ありがとう。リカちゃんお腹強いなってね。アトムストリート様、KB ありがとう、 KB ありがとうね、うん、ありがとう、うん、うまいよ、うまい、ありがとう、食べ終わったよ、うん、ありがとう。今少しだ、ただご飯が怖い、ちょっとね、うん、ボロボロっていうかね、うん、これ食べればもうご飯いらないね、私ね、そうだね、うん、あ、ご飯粒こぼした、うん、わざ昆布が好き、昆布、ね、うん、食べた、ありがとうね、うん、クリマンジュさん髪の部分取ったのって、うん、見てた、あら見せたのねってクリマンジュさん、そう、うん、リミさんのプレゼンター様おにぎりも使ったワイルドですねってね、ありがとう、ふわふわくまちゃんありがとう、ふわふわくまちゃんありがとうございます、ありがとう、うん、猫太郎さん、昆布おいしいねって、昆布おいしいよね、うん、あんちゃん冷凍保存の方がいいと思うよって、おにぎり冷凍できるの、うん、昆布と梅と赤飯おにぎり好きだってうまいよね、うん、うん、あとさたけのこご飯とかあるじゃん、ああいうの傷みやすいね、おいしいけどね、ねえ猫太郎さん、うん、こちら、あ、ファンタさん、もう一つのおにぎり見て日付確認すればわかる、そりゃそうだね、うん、そりゃそうだよ、うん、ルナちゃんこっち KP10 個ありがとう、ありがとうね、うん、サチくん、さくらちゃん、よせさん、いればですか、はい、そうです、うん、初コメ、ありがとう、初コメさん、よろしかったらナイス、よろしくね、うん、あ、食べたよ、うん、ちょっとね、ちょっとあれかな、ちょっとご飯が硬かった、うん、あ、なんとか食べられた、明日だったら無理かな、もうね、うん、明日だったら無理だよ、今日でよかったよね、うん、今日でよかった、明日だったら無理よ、もうね、ありがとうね、うん、食べたな、うん、あ、じゃあこれでこっち置いとくわね、うん、
ありがとうございますね。コーヒーも飲みかけよね。もう温まっちゃってさ、全然ねえよ炭酸なんかね、うん、うん、あやってみる。ナイスが増えるぞミスタードーナツ、ナイスが増えるぞミスタードーナツ、あげてけあ、あげてけ、あせきけのケーキをあげてけ、あ、あげてけ、あ、消費税いらない、なんだっけ、スリッパなさない、なんだっけ、わかんなくなっちゃった。